こう三笘薫さん、視床化してるのでは？との声。三笘が視床化してるな。幕ありのようだ。前半呪われてるレベルだったぞわら。ファーガソンにシュート教えてもらえよ三笘。シュートはなんか自信なくしてんのかな。一度近距離で思いっきりインステップで蹴ってほしいわ。あの超決定機を二回外したのは擁護不可能やろ。これで何試合ノーゴールや？三笘はコース狙いすぎ。とりあえず枠内に打つようにしたらいいのに何か起こるから。SNS でも X 心配されてるじゃん。まさかあの三笘が主将になるとは思いもせなんだ。ウンダブが外しまくった時みたいな病的に嫌われてるなぁ。イップスなのかただ単にシュート下手なのかどっちだ？まさか三笘。幕ありにシュート学んでないよな。三笘る決定機を外すになりつつあるな。マジで呪いだろこれ。ごっつぁんでもいいからゴールしてほしい。このままシーズン終わってほしくないわ。